今日は大道電鍋ゲットしましたので、これでご飯を炊いてみたいと思います。どうしたかっていうと、友達がですね、台湾の友達がですね、誕生日に全部中に入れちゃって送ってくれたんですよ、わざわざ。こんな誕生日のカードもつけて、いいんですかね、こんな。そう、このインボイスを見ると2000元もするんだよ。いいのかな、こんなもらっちゃって。すいませんね、ありがとうございます。ちょっと使い方がまだわからないんで、ちょっとこのですね、説明書を見ながらご飯炊いてみたいと思います。とりあえず中に入ってるもの全部出しますね。そう、二重の構造になってるんだよね。日本の炊飯器と全然構造が違うから、どうやって炊くのかちょっと全然わかんないけど、とりあえずやってみる。この網はもしかして蒸し物をするときにこうやって使うのかな、まだわかりませんが、これ多分肉まんとか蒸せるんで、冬とかにこれで肉まん蒸して食べるのがすっごい楽しみです。あ、この計量杯、これが入ってて、そう、日本人の強みはね、中国語が分からなくても漢字だからなんとなく分かっちゃうっていうのが強みで、でこれを、じゃあ今日は試しに3杯炊いてみたいんで、その場合は内釜水洗、そう、今洗剤で3まで入れるんだよね。で外側に 0.5 から1杯、0.5 から半分から1杯、随分差があるんですけど、まあいいや、これでちょっと1杯、2杯目、3杯目入れました。はい、今回は計量杯3杯、内釜水洗は3コクで、3、これの3のところまで水を入れればいいんだよね。4、3、入れます。あ、ちなみにこれは無洗米なので、3、もうちょっとかな、もうちょっと、あ、いいかもしれない。え、多くない？なんか多いかな。でもまあ書いてある通りだから、いいや。これで入れたので、これをこの中に入れればいいんだよね。そしてどうすんの？そう、外側に水を入れる理由がよくわかんないんだけど、とりあえず入れないといけないんだよね。 0.5 から1杯って結構差があるんだけど、どうしよっかな。じゃあ間を取って8割でいきます。今回は半分から1杯だから、様子が分かんないので、とりあえずこんぐらいかな、8割ぐらい、こんぐらいをここに入れます。できるかな、できる。じゃあ、そう、日本の炊飯器はさ、こういうのやんないから、なんでここに水を入れるのか、その必要性がよく分かりませんが、とりあえず入れないとダメってことで入れました。そう、ちなみにこのこういう蓋がついてたのですが、これは蓋をしていいのか、どうなんですか、わかんないんだよな。蓋して、じゃあとりあえず蓋ついてたので、蓋をしてやりたいと思います。蓋しました。はい、でまあそうだね、外の蓋をして、で電気スイッチを、保温から中ファン、煮る飯いきます。ピッ、あ、電気がつきました。これで待ってれば炊けるのかなちょっと心配だけど、これでちょっと終わると多分これが自動で上に行くから、それを待ちます。さあ、できるでしょうか。しまった。ここにね、炊飯前
ひたす夏は30分、冬は1時間。日本も一緒だよね、浸さないでぐつぐつ炊いてしまいました。まあいいや、今度はちゃんと。あと一緒にね、このタオルもね、入ってたの。台湾先住民、原住民かな、なんだろう、すごい可愛い。これから夏だからこれ使いたいと思います。嬉しいな、イエーイ。スイッチが下から上に上がりました、方になりました。本当はこの瞬間カチッっていうところを撮りたかったけど、まあ今方になってるので、これでちょっと蒸らして食べたいと思います。じゃーん、あー、湯気が出てきた。あ、そっか、これここで鍋をちょっとかけられるんだよね、すごい便利。じゃあ早速、これ台湾で買った、これ使えるかな。あー、大きすぎて使えないかもしれない。あ、使える、使えた。これでよいしょ。さあ、どんな感じになっているでしょうか。わっ、すごい綺麗に炊けてます。すごくいい匂い、米の粒一つ一つが見えるかな、すごい角が、米が立ち上がっていてすごく美味しそうです。ちょっとこれで食べます。こんなに美味しそうに炊けました。ではちょっと食べてみたいと思います。うん、よいしょ。すごく美味しく炊けてます。粒の一つ一つがもうベチャってしてなくて、でふっくらと、あんまり水につけなかったけど、いきなり炊いちゃったけども、それでもすごい美味しく炊けますね。この炊飯器いいですね。今日は得意料理のフィリピン料理のギナタアンカラパーサ、かぼちゃとチキンのココナッツミルク煮込みを作ったので、おかずで一緒にご飯で食べたいと思います。で、本当にいい炊飯器くれて、カイ君どうもありがとう。じゃあまた。多分こういう料理とかもこの炊飯器でできるんだよね。で、もし作ったらまたビデオ載せます。大谢谢你了。